皆さんこんにちは。今回は7月1日から9日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースは、モンゴルの高専生のインターシップを国内企業が受け入れ。トピックスでは、品川区社会を明るくする運動、街頭広報活動、キャッチシアター内覧会の話題を、その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。モンゴルの高専生のインターシップ開始式を行いました。区内のものづくり企業でインターシップを行うモンゴルの高専生8人と受け入れ企業が7月9日区役所で開始式を行いました。開始式を、これは品川区がモンゴルの高専と実施している科学技術交流事業の一つで、技術者不足に悩む区内製造業者の人材確保や技術者育成などを目的に今年度から始めました。5月15日にはモンゴルで説明会を実施、100人以上の学生が参加し、日本でのインターシップへの関心の高さがうかがえました。インターシップ開始式で中川原副区長は、この貴重な機会を自身の能力開発、スキルアップに役立て、日本についてもっと知りたい、品川区のものづくり企業はいいなと思ってくださると嬉しいですと話し、学生たちにエールを送りました。また受け入れ企業代表として勝又電機製作所の勝又社長が挨拶、従業員も皆さんと働くことを楽しみにしています、一緒に頑張っていきましょうと期待の言葉を述べました。モンゴルから来た学生たちは、区内企業でおよそ1ヶ月の間実習を行います。続いてトピックスです。品川区社会を明るくする運動、街頭広報活動の話題からお伝えします。7月6日、武蔵小山、五反田、大崎、大井町など区内各地で品川区社会を明るくする運動の街頭広報活動が行われました。社会を明るくする運動は、犯罪や非行を防止し、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、力を合わせて犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。活動としてですね、推進委員長の浜野区長は、力を合わせて犯罪や非行のない子どもたちが元気ですくすくと育つ品川区にしていきましょうと挨拶。このような町にしてまいりたいと思います。啓発のためのパレードには、東京都保護観察所、品川区保護司会などが参加し、総勢およそ180人で啓発用グッズを配布しました。大井町駅に近い広町2丁目に、劇団四季ミュージカルキャッツ東京公演の会場となる新劇場キャッツシアターが完成し、7月9日に内覧会が開かれました。キャッツは都会のゴミ捨て場を舞台に、個性豊かな猫たちが一夜限りの舞踏会を繰り広げる物語で、来月8月11日の開幕を予定しています。体験型ミュージカルですね。完成間近の劇場で開かれた内覧会では、作品の魅力やデザイン、新劇場などについて解説されました。あとみんなが発想して作ってくれる、ね、猫の目線で作られた劇場は、およそ3000個のゴミのオブジェで飾られており、品川区にちなんで品川観光大使シナモロールのぬいぐるみなども取り付けられています。四つ葉のクローバーを一つだけ植えておきます。ぜひ見つけて帰ってお
次は子どもたちの話題です。東中延保育園七夕の集いの話題からご覧ください。7月6日東中延保育園で七夕の集いが開かれました。東中延保育園では子どもたちが季節の行事七夕に触れることでその由来を知り興味を持ってもらうように、そして友達と一緒に楽しく過ごせるように七夕の集いを開いています。でも神様がダメだよって言ったから会えなくなったんだよね。はい。 1,2 歳クラスは全員で七夕の歌を歌ったり、大きな天の川を星で飾りつけて織姫様と彦星様が会えるよう願いました。3、4、5歳クラスは少し暗くした部屋の中でブラックパネルシアター織姫様と彦星様などを楽しみました。たくさんの星が集まって天の神様は怒ってしまいました。園内には子どもたちが手作りした笹飾りが飾られ、お友達とたくさん遊べますように、サッカーが上手になりますようになどと願い事を書いた短冊も添えられました。どうだった今日の七夕集会、どうでしたか。話してるところが楽しかったです。歌うところが楽しかったです。7月7日、藤尾香里さんのホッケー体験授業が山中小学校で開かれ、2年生とその保護者が参加しました。できてますかね。同校では子どもと親と教師が交流を深め、活気ある学級学年づくりの一助とすることを目的として PTA 主催の学年活動を行っています。今回の講師藤尾香里さんは品川区東京2020コミュニケーターを務めています。授業では参加者一人一人にスティックが渡され、持ち方の指導からスタート。平らな面を地面に置きましょう。ボールをスティックで転がしながらポールを回って戻るドリブルを練習しました。またドリブルしたボールをゴールに向かって勢いよく押し出すように打つシュートにもチャレンジ。子どもたちは指導者のアドバイスを熱心に聞いて練習し、ホッケーの魅力と難しさを存分に味わった様子でした。ゴールを決めたことが楽しかったです。シュートができたことがとても嬉しかったです。未来の、ホッケー選手にこの中から出てくれたらいいなって思いました。続いて地域の話題です。品川宿を駆け抜けた維新の人々展の話題からお伝えします。7月1日から品川宿交流館で品川宿を駆け抜けた維新の人々展を開催しています。これは明治維新150周年記念イベントの一つで、旧東海道品川宿周辺の幕末から明治初期の様子を4回にわたり紹介する連続展示の第1弾です。品川宿に尽力した盲目の政治家高木正敏や幕末の志士高杉晋作、伊藤博文などのほか、新選組が愛した南品川の料理旅館釜屋なども紹介しています。品川宿を駆け抜けた維新の人々展は品川宿交流館で8月末まで開かれています。7月5日品川シーサイドジュネーブ広場で品川第二地区
地域防災対策三者連絡会議主催防災訓練が行われました。この訓練は事業所の震災対策の強化と地域との連携を図ることを目的に品川第二地域センター管内の町会自治会事業所区が合同で平成19年から毎年実施しています。少しでも上げてください、はい、これで訓練では午前8時30分品川区で震度6強の大地震が発生したと想定。訓練会場のジュネーブ広場には7つの町会自治会23事業所一般参加者など226人が集まりました。訓練は倒壊家屋からの救出、傷病者の搬送、 AED 取扱訓練、ロープワーク、災害時トイレ講習があり、警察署、消防団、消防署、品川区などの職員の指導で行われました。参加者は積極的に訓練に臨んでいました。7月5日、立ち合い川勝島運河環境美化運動が行われ、地元関係者などおよそ250人が町や川をきれいにしようなどと周辺に呼びかけました。この運動は7月7日川の日に合わせて平成9年にスタート、今回で22回目を迎えました。魚の住めるきれいな立ち合い川にしたいという地域の強い願いから毎年実施しています。参加者は勝島運河と立ち合い川の2班に分かれ、川をきれいにしましょう、ゴミのポイ捨てはやめましょうなどと呼びかけながら歩き、沿道を清掃しました。街がきれいになって嬉しいです。ちょっと恥ずかしかったり、でも楽しかったです。これで街がきれいになればいいなと思っています。その後北浜川児童遊園で環境美化啓発イベントを行い、参加者は願いを書いた短冊を笹に飾り付けました。短冊用意しておりますので。なんて書いたんですか。健康に行きたいと思いました。インコが買えますよ。この笹飾りは子どもたちが描いた絵画と一緒に7月31日まで立ち合い川駅前のボラちゃん橋に展示しています。7月8日大井第三地区委員会主催の日帰りキャンプが行われ、緑豊かな神奈川県山北町で清流遊びとバーベキューを楽しみました。行き先の西丹沢中川ロッジはすぐそばに清流が流れるキャンプ場です。午前中は清流遊びを満喫しました。網を手に川魚や虫を追いかけたり、水をかけ合ったり、子どもも大人も存分に川遊びを楽しみました。昼食はバーベキューです。肉や野菜を鉄板で焼いて焼きたてを頬張りました。食後には清流で冷やしたスイカをデザートに味わい、おいしいと笑顔を見せていました。夏を満喫し地域の交流を深めるイベントとなりました。次は区民レポートです。心身障害者福祉会館祭りの話題などをお伝えします。7月1日日曜日です。今日は心身障害者福祉会館で行われる会館祭りをご紹介します。広げよう福祉の輪と地域の絆をテーマにして行われる会館祭り、今回で40回目を迎えました。開会セレモニーでは浜野区長より地域の方々へ感謝の気持ちが述べられました。品川手話ダンス輪の会の皆さんが一人の手を披露、楽しいパフォーマンスに大きな拍手が送られました。
子どもたちに人気なのはヨーヨー釣り。真剣な表情がかわいいですね。ヨーヨー釣りいかがでしたか？楽しかった。本当に。いくつ取れた？2つも取れた。すごいね。40周年を記念して感謝の気持ちを込めて綿あめ、パンの無料配布がありました。オカリナ、ピアノ、ギターの演奏です。ほのぼのとした演奏、とても心地よいです。模擬店も充実。お赤飯、焼きそば、フランクフルト、美味しそうですね。たくさんの人が買い求めていました。焼きそば食べてもお味はいかがでしょうか？美味しいです。展示、手話の体験コーナー、こちらもにぎわっています。優しく教えてくれるので小さな子どもでも楽しく体験できました。この開館祭りを通して福祉の輪、そして地域の輪がどんどん広がっていくと素敵ですね。7月8日、今日は平成30年度品川区バスケットボールクリニックがここ総合体育館で行われています。このバスケットボールフェスタは品川区バスケットボール連盟主催、日本社会人バスケットボール連盟協力のもと行われています。品川区在住在学の中学生17人を対象にトップレベルのスポーツに触れ、東京オリンピックパラリンピック大会への参加意識を高めることを目的として開催されています。クリニックでは体幹トレーニングやストレッチ、個人スキルからチームスキル向上のための講習が行われました。体幹はなぜ必要なんですか？バスケットボールって空中姿勢とか支えられないような状態でいいプレーをしなきゃいけなくなるときに、姿勢をまず安定させるっていうことがすごく大事になってくるので、体幹トレーニングってすごく大切になってきます。今の中学生にとってどんなトレーニングが大切ですか？はい、育成世代にとって一番重要なことは1対1が強くなるということ。小さい選手でも大きい選手でもリングに近いところで勝負できる、それを持ち続けることで強い選手になる、そういう主眼でやってまいりました。はい、クリニック後は社会人男性関東地域リーグの試合観戦も行われ、生き生きとスポーツをしている社会人の方々がとても輝いて見えました。スポーツの良さを改めて感じ、見ている側もつい体を動かしたくなりました。私も部活動で今日教わったストレッチや体幹を実践してみたいと思います。今回のニュースは以上です。さて次回は7月14日と15日に行われた区民祭りの様子などをお伝えします。この後は品川音頭の踊り方、そして特別番組と区からのお知らせをお送りします。引き続き品川ホットホットをお楽しみください。品川ホットインフォメーション。品川音頭はみんなの音頭。